はい、皆様お疲れ様です。井上でございます。本日ですね、久々なんですけれども、バルキリーコネクトでですね、エヴァンゲリオンコラボやってることが今分かったんで、早速ダウンロードして進めたんですけれども、今ですね、このクリスタルが4770個ありますので、ガチャを回していきたいなと思います。で、これエヴァ5星祭ですかね、分かんないんですけど、読み方がですね、こちらが3000個必要です。で、この上のですね、エヴァフェス、こちらがですね、初回半額&コラボ一体確定まであと3回みたいな感じで、10回1500個で回せますので、エヴァフェスとエヴァ5星祭、この2つを回す、トータル20連を回していきたいと思います。では早速行きましょう。まずはですね、エヴァフェスからですね、はい、行ってみましょう。どうなるか、これですね、突き刺すんですよ。おお、すごいんだけど、虹爆発じゃないこれ。あー、ロキさんね、武器もありますからね、これね。これちょっとやばいんじゃないですか。お、慣れ合いなんて必要ない。こいつは、うん、普通のレアですかね。はい、レア、終わらせましょう。はい、レア。みんなね、最高レアリティになるんで。おお、これ新キャラっすよね。やった。いいっすね。新しいお友達だ。意外に出てきますね。レアゲット。お、また新しいの出てきた。こいつ同じですね。で、これかける10ですね。結構貴重なんですよね、このメダルが。ちょっと記憶がね、ちょっと曖昧なんですけど。結構昔このバルキリーコネクトやり込んでたんで、戦闘久々ですね。ということで、こっからが本番ですね。10回3000クリスタル、狙いはですね、アスカもしくは綾波レイでいきたいと思います。いきましょう。さあ、来い。よいしょー。この髪の毛、これちょっと怪しいじゃないですか。あ、虹になりましたね。虹になりました。虹が3つです。相変わらずサービスですね、このゲームは。見届けましょう。これ3ですね。これが1個目の虹ですね。2。どうすればいいかな。あー、懐かしい。でもいましたね、この人。ちょっとこれコラボ出るっす。おー、きたー。ということで、やりました。見事に綾波でゲットです。ありがとうございます。そうしましたら、こちらでですね、以上になります。